ちは、ゼキザップです。現在自分は長野県にありますツーリングの聖地ビーナスラインを走行しております。今の時刻がだいたい16時を過ぎた感じなんで、まあ、これから群馬に帰ると距離にして150キロあるわけなんで、まあ、帰宅時間が20時から21時ですかね。まあもう夜になってしまうということで、まあ、今回のツーリングなかなかしんどいですね。まあそんなわけでね、今回帰り道の動画になってくるんで、寄り道とかはしないでただひたすら走っていくわけなんですけど、まあこういってね、せっかくビーナスラインのね、いい景色を撮影してるわけなんで、まあこういった景色は皆さんにね、届けたいなと思っております。なので、何かしらね、話のテーマを決めてやっていこうかなと思いますんで、今回はハンターカブでね、下道380キロ日帰りツーリングやってみてどうだったのかっていうところをテーマに話をしていこうかと思います。なのでね、まあまずはロングツーリングの定義からやっていこうかと思います。一応ね、ロングツーリングの方なんですけど、調べてみた感じですと、まあ、300キロ以上走るとロングツーリングというらしいですね。まあ、今回自分の場合380キロでかつ日帰りになってくるんで、まあ、弾丸っていう言葉をつけて弾丸ロングツーリングという言い方が正しいかもしれません。まあ、ロングツーの、ね、定義はこの辺りにして、そうですね、ハンターカブね、まあ、原付2周なんで、まあ、一般的な感覚だと、まあ、カブとかあれですよね、原付だと300キロ以上走ってるって結構バカなことをやってるんだなって思われる感じだと思います。まあ私もあれなんですよ、まあ、ハンターカブに乗る前って、まあ、二輪の免許すら持っていない、まあ、普通の人だったんですよね。まあ、たまたま YouTube 見てた時におすすめに広島のね、おじさんがやってる動画が出てきて、まあ、カブに乗ってロングツーリングやってる様子だったんですけど、まあ、その動画を見て、まあ、カブってそんなに走るのって感じですごい衝撃を受けたのが、まあ、今でもね、記憶に残っております。まあ、あの時のね、動画がきっかけでカブの可能性とかあと魅力ですよね、まあ、そういったのに惹かれるようになって、まあ、会社終わりに教習所に通ってで中型の免許を取ってハンターカブに、まあ、今こうやって実際に乗るようになったんで、まあ、こういったロングツーリングの動画とかね、まあ、当時の自分のように誰かの目に留まって、まあ、カブに乗るきっかけになればいいかなと思っております。まあ、それではね、本題のハンターカブでロングツーリングやってみた感想になるんですけど、まあ、下道という条件下であれば、まあ、他のバイクよりもね、快適かつ疲れずにツーリングできたかなと思っております。まあ、というのもこのね、まあ、ツーリング自体は7月23日で、まあ、梅雨明けしたばかりに撮影しているんですけど、まあ、最高気温が34度ありまして、まあ、夏の始まりですよね。まあ、なので体が正直暑さには慣れていなかったんですけど、まあ、実際自分はハンターカブにまたがって走っている分には、まあ、気持ちよくね、風を感じながらツーリングできたんで、まあ、非常にね、暑さとかは忘れて快適に走ることができました。で、今回ね、まあ、目の前に今実際 SDR が走ってて、で後ろはボルトですよね、まあ、大型バイクが走ってるわけなんですけど、まあ、そういった大型とか中型のバイクにね、まあ、乗られてる方々に休憩のタイミングでね、話すると、まあ、非常にこう風が気持ちよかったですよねって話すと、いやそれはカブだからだよって言われたのがすごい印象的でした。まあ、というのも、まあ、でっかいバイク乗ってる方々の場合、ラジエーターからの熱で、まあ、風がすごい蒸し暑かったって言ってたんで、あ、なるほどなと。まあこれは確かに自分がハンターカブに乗ってるだけだったら気づかなかった視点なんで、まあ、やっぱりこう夏場でも暑さ感じずに快適に走れるっていうのはハンターカブとかね、小排気量のバイクの利点なのかなと思いました。であとはね、まあ、これは逆に言うと寒い季節になった際なんですけど、つまり相当寒いんじゃないのかなっていうことで、まあ、これウィンドシールドとかつけないともう寒さで体がガチガチになって、まあ、とてもじゃないけどロングツーリングとかできないぐらい過酷なんだろうなっていうことを考えてます。であとはね、手のしびれとかそういった疲れなんですけど、まあ、目の前ね、今走ってます SDR の方は、まあ、30分もしたらもう手の感覚やばいっすっていうぐらいやっぱりセパハンなんできついらしいんですけど、ハンターカブはそんなことなくって、あれですね、もうほぼ前傾姿勢取らないじゃないですか、こういったビジネスバイクって。なので全然手の疲れとかはありません。ただ、まあ、このね、腰の疲れですよね、その辺は300キロを超えたあたりから徐々に、ね、顕著になってきます。というのもね、まあ一応対策はあるんですけど、自分ね、以前新潟に370キロツーリングをやったんですけど、あの時は純正ビジネスボックス背もたれにしてたんですよね。なので何かしらね、寄りかかれるものがあると非常に快適なんですけど、まあ、今回ホームセン箱でツーリングしたんですよ。なので背中を預けることができなくって、結構腰がね、まあ徐々に疲れてきました。
で腰はまだしも一番きついのはやっぱりお尻の痛さですよね。まあ、これはこまめに休憩してたんでまあ大丈夫かなと思ってたんですけど、それでもやっぱり300キロ超えてくるとお尻が徐々に痛くなってきました。まあ、これはやっぱりシートの硬さっていうのも原因の一つだとは思うんですけど、やっぱりビジネスバイクって乗車姿勢がもうシートに荷重がかかる姿勢になってくるんで、まあ、それが主な原因かなとは思っております。なのでね、よりクッション性を良くした方がお尻の痛さっていうのは和らぐのかなと思っておりますが、まあ、自分の場合ロングツーリングってそんなに頻繁にはやらないんですよね。なので今のところクッションカバーとかは装着しないで、まあ、現状維持でツーリングはやっていこうと思っております。はい、ということでね、まあハンターカブでロングツーリングをやってみた感想を挙げてみましたが、まあ強いて不満を挙げるならば、まあお尻の痛さが一番来るかなという感じです。まあただ380キロだったら、まあ我慢できないレベルではないということで、まあそこに不満はないっていう感じですかね。はい、ということでね、まああらかた話はしたんで、まあここから本編の方のね、まあこちらの動画の方にアフレコをしていこうかと思います。こうやってね、夕日を背にして走っているとなんか寂しさがありますよね。まあ、ツーリングというか旅が終わったんだなという感じがするんですけど、まあ、またね、次の楽しいことを考えながら、やっていこうかと思います。まあ、今回ね、ヴィーナスラインの方を走ったわけですけど、やっぱりツーリングの王道ですよね。まあ、期待を裏切らない景色が広がっていた感じで、すごい気持ちよく走ることができました。ただ個人的にはなんですけど、こういった田んぼ道とかですよね、まあ、何気ない田舎の風景の中を、まあ、こうやってとことことね、走っていくのもね、やっぱり好きなんだなっていうふうに思っております。なんとも言えないですね、こういった夕日とあとは田んぼ道をひたすら走るっていうところが、やっぱりカブっていう乗り物はこういった田舎道でもやっぱりマッチするんだなっていうのをすごいしみじみと感じております。なんか非常に落ち着きますよね。まあヴィーナスラインをね、こう気持ちよく走るのもありなんですけど、やっぱりこういった何気ない景色っていうのが非常にこうマッチするのがカブの魅力なんだなと再認識しております。とは言ってもね、まあ株であれどんなバイクであれ、まあ自分が気に入って選んだ愛車であればどんなツーリングでも楽しく感じるものだと思います。まあいろんな景色とかいろんな味を、まあ今のバイクとともに楽しみながら思い出を作っていくのがツーリングだと思っておりますので、まあ皆さんもね、ぜひ愛車とともにツーリングを楽しんでみてください。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからもね、ハンターカブに乗ってご近所ツーリングからロングツーリングまでいろいろとやっていこうと思っておりますので、チャンネル登録と高評価いただけると非常に嬉しいです。あとね、自分の場合皆さんからの応援もツーリングのモチベーションにつながっておりますので、これからも引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。